はい、タイ、ナンゴカマンです。はい、今日はですね、皆さん、地球組っていうのをご存知だと思うんですけど、はい、出ました。いちご組、これを初めて食べますよ、今日。では、いちご組、食べてみたいと思います。いろんなね、TikToker とか YouTuber がやったんですよ、こんな感じで。誰にしようかな。いちごが良かったな。で、このいちご組挑戦したいと思います。なんか腹開けてましたね、腹開けてましたね。腹いきましょう。では開けます。開かないんだけど、これ。あれたっぽい。食べてみます。うおー、すごい、見て。なんか、汁が出てる。普通に開けた方が早いかも。あら。めっちゃ潰した。これ、いちご組。では、食べてみます。美味しい。これ多分ね、ちょっと断面切ってみようかな、包丁で。あ、手で切れそう。多分なんだけどよ。こんな感じなんですよ。ほぼ、なんていうんですかね、いちごの液が入ってないので、偽物じゃないかな。ドンキホーテで買ったんですけど、偽物っぽい。まあいいや、食べてみます。甘いのに僕苦手なんですけど、ここまで甘くないか。美味しいですね。普通に美味しい。ベリーグー。いいと思います。ごめんなさい。感想がこんだけしかないです。もうこれしかない。なんていうか、正直。なんか食べたことあるようなグミの味。はい。こんな感じ。美味しいけど、なんか食べたことあるなーって感じの味でした。はい、皆さんも、ぜひぜひ、いちごグミ、食べてみてください。今度地球組見つけたら挑戦したいと思います。では、チャンネル登録よろしくお願いします。アリュー。